はい、おはようございます。おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの小坂井五郎です。カムイの日村です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組でございます。ためたよいやいや、ですね、今日はですね、はい、9月の25日です。はい、ね、もう9月もね、末ですよ。月末ですよ、もう気づいたら、はい、はい、ということで、まあ、月末なんで、はいはい、今日はですね、皆さんお待ちかねのいつものやつですね。はい、はい、もう今日はね、レゲエデーですから。そうですね、はい、はい、もうみんなでレゲエデー、もう盛り上がって、もう気持ちよく心地よくなってですね、終わっていただきたいなと思います。はい、はい、それでは、いつも通り参りましょう。月末レギュラーシスター K さん。あれ、ついに自分忘れよった。マジですか。いや、あのさ、あのウクレレ忘れてもさ、まあ、本人来ても来たらね、なんとかなるし、うん、なったね。ね、あの譜面台忘れたとかさ、なりましたね。ね、譜面忘れたとか、中断忘れたとかね、はい、あのいろいろ今まで忘れてきましたよね。うん、なんかあの、あの一番もろかったのはほら、あのサンダルで着よったとかね。そう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 、はい、あの衣装の靴忘れてきたみたいな ね、ありましたけども。はい、ついに自分を忘れてしまいました。自分自身を忘れて、自分自身家に置いてきてるから、まあちょっと今日は歌えないっていう感じで。なるほどね。いや、あのあのスケジュールがちょっとね、今日はね、だということで、はい、はい、今日はですね、お忙しい、あの、はい、ね、もうね、なかなか忙しいみたいな。はい、今日は、しつたけなしでですね。はい、ということで、高橋さん、違う。に歩みやった。ということでですね、はい、あのだいぶあのネタいろいろとですね、うん、急遽食ったもんですから、はいはいはい、もともとオープニングトークでしようと思ったやつを、はい、ちょっと広げてみようかなと思うんですけど、はい、僕はですね、あの去年からですね、はい、9月の後期の授業からあの大学でね、はい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 、あの情報メディアデザインという、うん、あの講義を担当させていただいてるんですよね。はい、はい、まあその話をちょっとさせてもらおうかなというふうに、はい、まあ一応ですね、半期2単位ぐらい取るやつなんですけど、はい、はい、をまあこんな講義をやってますというお話をちょっと聞いていただければなと、はい、はい、思っております。はい、はい、あの丸罰するほどのことではないんで。このプレゼンありかなしかはちょっとやめとこうかなと思うんですけど、はいはい、まあ、諸事情もあってですね、はい、そういう感じにしたいなと思うんですけど、はい、あのまあ、情報メディアデザインですよね。はい、で、これね、実はね、情報とメディアと、はい、それからデザインと3つの言葉がくっついてるやつですよね。はい、でこれね、情報丸メディア丸デザインするっていう、はいはい、一つの文章でいるんですよ。はい、でこの情報とこのメディアの間の丸に入るのと、はい、メディアとデザインの間に入るあの言葉があるんですよ。これ入れると文章なんですね。はいはい、何が入ると思います？情報、うん、メディア、うん、デザイン。そうです、情報メディアデザインの間に、あの一文字だけ入る。接続詞。そう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 。うん、まあまあ、要は手に用派とか、あ、はいはい、あの党とか二とか、あ、まあ、そういう。そう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 。何やと思います。情報メディアデザイン。情報が、うん、がメディアをデザイン。おお、なるほどなるほど。おお、一応ね、整いましたね。整いました。なるほど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 。なるほど、違うけどなるほど。違うけどなるほどですね。はいはいはい。まあまあ、そういう使い方もできますよね。はいはいはい。日本語としては間違ってない。情報がメディアをデザイン。ああ、そう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 。はい、はい、そうですね。でもね、あのね、まあ、あのここに時間かけると大変なんで、あれなんですけど、情報とメディアをデザインするっていう。はいはい。はい、
要するにどういうことかっていうと、あの情報ね、あのある情報があって、はい、この情報を人に伝えようとするとき、うん、何のメディアを使うのが一番効果的なのかっていうことをデザインするとです、はいはい、だってそうでしょ、はい、あの例えば変な話、あの消しゴム、うん、消しゴムを使う人って誰がいます？一番消しゴム使ってるのに日本で誰が一番使ってるか分かります？学生？そう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 、小学生とかですかね、はいはい、だからあの鉛筆使ってるっていうことで言うと、うん、やっぱ小学生が一番よく使ってるわけですよね。だから、うん、消しゴムは小学生に向けてってですよ、うん、そうですね。なのにおじいちゃんおばあちゃんとかおよそ鉛筆とか使わないかもしれない人たちに向けて一生懸命アピールしてもしょうがないですよね、はいはい、で、まあ、例えば若者にアピールする、これをほら今政治家さんが苦労してるじゃないですか、はいはいはい、ワクチンのことをどうやって伝えたら若者に伝わるんだろうとかですね、はい、使ったこともないあのなんか SNS とかに無理やりいろんなことするから余計離れていくっていう状況があったりとかするわけですよね、はい、だからまさにそういうことで若者は SNS をメインに使っていて、うん、あのテレビ見ない、だからテレビでいくら一生懸命若者にワクチンを言うたところで若者には全然伝わらないし、はい、若者はどちらかというとテレビのことを信用してたみたいなところがあるわけですよね。で逆に YouTube とか、はい、で、その YouTuber って言われる人たちの方がまだ、すごい真実を言うてるんじゃないかとかいうのでそっちの方が実は伝わるみたいな話があるんだよね、はい、でもそこになんか政治家が隣に座った人があいつなんかちょっともう寝返ったんちゃうかみたいな、はいはいはい、あの噂流されてなんか全然何も信用が起きないみたいな、なんかそういう世界になってたりしますよね、はい、だからその同じ情報を伝えるんであっても誰から伝わってくるのか、どう伝えるのかっていう、うん、そこのところをしっかり考えて伝えないと自分が伝えたいことなかなか伝わらないんですよ、はい、でだからそれを情報とメディアをデザインすることによって効果的に伝えられるようにしましょうというのが実は情報メディアデザインのことですね。まあ、具体的にはあの基本的にはあのダヴィンチリゾルブっていうあの無料、まあ、無料という有償版もあるんですけど無料版 の、はい、あの動画編集ソフトがあって、はい、その動画編集ソフトの使い方も実習の中で覚えていただきながら、はい、それプラスだっていくら動画を作っても、うん、あの意味のわからん動画をいっぱい見せられても ね、うん、そうですね最終的にちゃんと残らないと意味がないから、はいはい、ということで、残る意味のわかる、うん、動画を作っていただくためにその考え方も含めて、いろいろと、教えさせてもらっているという、それはあれですか、生徒さん個々のテーマを決めて、はい、そうですそうです、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 最終的に作り上げる、最終的には情報メディアデザインで JMD って、はい、言ってJMD アワード2020とかで興味あったんですよ、はいはいはい、1人30秒の動画を作ってもらって、はいはい、その動画を最終的にみんなで見て、で全員で採点する、はい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 、で面白そうです、で集計して誰が1位とか、はい、何々部門誰が1位とかいう感じでやらせてもらったのが去年だったんですよね、はいはい、まあ、今年も一応それをやるつもりで、はい、一応ね30秒の動画につき30秒のプレゼンタイムっていうのを一応設けてあげて1人1分感じでやってもらうという講義を、実は、去年からやらせてもらっている、はい、あのなかなかね、うん、あのやっぱなんで若い人ってすごいですよね、吸収率は。うん、上手に作る人は上手に作る人、はいはい、あの感性が素晴らしい。たった30秒の世界で、はい、あのおって思わせるようなのを、作ってきてくれましたね、今日もね。はいはい、中にはあのもう全然話聞いてへんわこいつってやつが中にはいるんですよ、まあ、それはもうどこの世界でもね、はいはい、いますからね、はい、まあ、それがねちょうどねあのこの収録の前日に、はいはい、あの今年の1回目の講義、はい、はい、今の話をさせてもらったんですけどね、はいはい、まあ、今年もどんなね、作品がね、出てきて誰が一番になるのかなみたいな感じで、はい、楽しみにしてるんですよね。何人ぐらいと、ね、去年は50人ぐらいいたんですけど、今年は40人ぐらいですかね、はい、まあ、なんせね実習講義ってことで、要するにそのダヴィンチリゾルブを、はい、使わないといけないんですよね。でご家庭にみんなパソコンあったらいいんですけど、そういう環境が必ずしもあるとは限らないんです、はい、そしてもう一つ言うと、やっぱダヴィンチリゾルブどのパソコンでも使えるのですから、
っぱ動画編集ソフトってスペック的な問題でもあるんですよね、はい、なので、大学のその、情報処理室、まあ、パソコンが全部あるお部屋でやらないといけないので、一応実習という形ですから、まあ、ご時世がご時世なんで、ね、まあ、外出るの嫌やっていう子もいるわけですよ、はい、うん、まあ、なのでちょっと減っちゃったのかというところはありますけど、はいはい、ただあの、学科長さん的に学科長の、はい、あの鹿島先生という先生がいらっしゃるんですけど、はものすごい力を入れてくださってて、いろいろ、いろいろと声をかけていただいたりとかして、はい、ありがたいことなんですけど、はい、学校でやるときは、はい、学校のパソコンを使う。そうですそうですそうです。あの情報処理室っていうのがあって、はい、その部屋にもうあのテーブルにあの何台もパソコンが並んでて、まあ、その端末を使って。そうですね、はい、うん、そうなんですよ。まあでもね、そこでね、ほんまにその、はい、すごい才能が開花する。いやー、ね、あるかもしれない、あるかもしれない、うん、あの一人だから、2位になった子とかね、ボカロ P とかもやってて、わかります、ボカロ P、あのボーカロイド、初音ミクとか、あれソフト使って、はい、音楽作って、うん、でそれ初音ミクに歌わせてっていう、はい、ボカロ P とかやってて、でその、ボカロ P をなんでやってるのかっていうのを30秒でまとめてたっていう、うん、結構面白いんですよ。それは VTuber とかではなかったです。ちょっと違いますね。アニメーションとか、アニメーションはそんなに使ってんのかな、ちょっと分かんないですけど、はい、音をメインでやってる人、ただ編集は自分のパソコンとかでもやってたみたいですけど、はい、あの一応大学でダビンチリゾルブを使ってっていう前提なんで、仮に他で編集ソフトを使ってる子がいたとしても基本的にはダビンチリゾルブを使った感じですね、はい。そうです、まあね、ソフトによっていろいろ使い方が変わってくるじゃないですか。そうなんですよ、はい、僕も本来はあのファイナルカットプロを使ってる人なんで、はい、あのファイナルカットプロとダヴィンチリゾルブって実は全然違うんでもう結構僕も四苦八苦しながらやってるんですけど、まあでも、はい、あの基本的な概念はそんな大きくは変わらないんで、はい、あれどこにあるのかなとか、名前がちょっと違うとかありますけどね、すごい高度なことやれって言ったら難しいけど、まあ、ある程度のことはできます、はいはい、うん、そうですね、はい、面白そうですね。いやだからあの今年もですね、あの早速あの僕は毎回あのレポートを提出してもらうので、講義の、あのフィードバックしてもらって、うん、あの出してもらうんですけど、なかなか面白い人たちがいっぱいいますので、はい、ものすごい楽しみです。はい、どんなのか。でも大変ですね。全部読まんとあれでしょ。そうですそうです。もちろんもちろん、あの全部読んでます。はい、全部読んで全部あの返事してます。はいはいはい、質問とかも来るから。はい、まあ、でも楽しいですよ、はい、めちゃめちゃ楽しいです、はい、もう今年はどんな作品ができてくるのか、まあ一応ね、あの著作権問題とかあるじゃないですか、はい、なので公開したりとかはできないんですけどね、あの新作のためにやってるやつやから、うん、あの細かいこと言ったらもう何も作れなくなっちゃうんで、はい、新作用ってことで許してあげるということで、はいはい、あのいろんな動画を引っ張ってくるっていうのは OK にしてるんで、あの音とかもね、はい、そういう感じでやってますから、なかなか人にお見せすることはできないんですけど、はい、そうですね、はい、ということで、今年も、情報メディアデザインというね、はい、クラスを、まあ、摂南大学理工学部建築学科の、共通科目で、ね、はい、やらせていただいてますので、はい、はい、また、面白いのがあったら、ね、ご報告したいなと思うんですけど、はい、お願いします、はい、ということでございます、はいはい、ではあゆみ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、あゆみのコーナーですが、まだメール来てないですね。まだ来てないね、はい、あの皆さん、皆様からのお便りで成り立っております。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、まあ、私が、ね、はい、まあ、個人的に聞きたいなと思っている、はいはいはい、あの質問をね、今日は、はい、監督に来ましたか、はい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 、なと思っております。はい、はいはい、ヒーラー監督は、はい、監督になるきっかけは、映画監督になるきっかけは何だったんですか。はい、映画監督になるきっかけは、うん、別に僕は、ね、監督をやってるつもりも未だにないんですよ監督のつもりじゃないんですけど、3本撮りましたけどね、はい、もともとね、全然前の会社でテレビ番組を作ってたりとかしてたんで、もともとテレビ番組を作ってたんです。で、作ってて、その時に編集技術とかは一応学んでたんで、
映像は作れるぞみたいなところはあったんですね。僕は映画を作りたいと、ある作品を作りたいと思って、シナリオを勉強しに行った時に、まあ、あの浅壁さんと出会ったりとかしたんですけど、でその時も別にあの監督をやるんじゃなくて、ただ映画の作り方を僕は知らなかったから、それを学びに行ったっていう感じなんですよね。だってシナリオは映画の設計図になってたから、シナリオが分かってなかったら、あの映画なんか撮れないよなと思ったんで、でシナリオの作り方とか成り立ちっていうのを勉強させてもらって、一応俺編集もできるし、まあ、撮影は正直言って別にプロではないんだけど、まあ、とりあえず画角とか見たりとかはできるしと思って、じゃあショート、本当にショートのやつ撮ってみるみたいな感じでショートのやつを撮り始めて、でも結局ね、どんなに僕がこんな作品ですごい大作撮りたいですって言ったって、あの何の実績もないやつにね、いきなり大きな金とか任せられないんです。だから実績作るしかないなと思って、でなかなかほら自分が書いた本を、はい、あの取ってくれる人っていうのはそんな貴重な人って作品になるってことは、そう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 、うん、じゃあもう自分でやるしかないなっていうのでやり始めた時に、たまたまシスター K から、はい、あの自分のジャストライクユーズ歌の PV を作ってくださいっていう依頼が来たら、それがそのまま映画になっちゃって第一作目ができる。それにきっかけで第一作目の最後のドロップキックができた。そう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 。で2作目は、はい、あのあれはまたちょっと違う流れなんですけど、その日本飲食支援協会っていうところで大阪でなんかイベントやってくれませんっていう依頼が来たんですけど、その時に、はい、あのいやイベントもそうやけど、うん、情報の伝え方もうちょっと考え直した方がいいかもしれないですねっていうので、ああ、だからこういう案を出した。そう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 。で、あのそれだったら講演会の中でそのみんなが、うん、あの状況が分かるようなあのドラマ的なやつを作った方がいいんじゃないですかっていう提案をしたら面白いですねって言って、うん、作ることになったんで、僕が自分で監督したと、うん、そういうのが2作目です。だからあの別にやろうと思ってたんじゃなくて。他にいなかったんで自分でやるしかなかったそういうこと任せても自分でやろうかみたいな、そう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 、そういう感じですね。でもそのやりたい作りたいっていう映画があるんですか？ あります、はい、あります、はい、あのまだ全然あの、全然 今の状況では作れないですけど、もともとは、はい、あの東北の震災がきっかけで、ね、東北の、あの1200年前の英雄の物語を映画化したいっていうところから、そうなんです。初めて聞いたそうなんです、そうなんです。なのでまあ、興味のある方は連絡ください。よろしくお願いします。はい、そんな感じですかね、はい、ありがとうございます、はい、あなんか、はい、あ全然知らなかった一面も。あそうですか、良かったと思います、はい、その2作目に出てますけど、あ出てます大きな木になりたい、出てます、はいはいはい、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、はい、このコーナーでは、皆様からのお便りをお待ちしております。お待ちしております。ぜひぜひ、はい、ぜひこちらに送ってください。よろしくお願いします。はい、はいはい、おはようございます。はい、ということで今日は高橋さんよろしくお願いします。はい、大きな声呼んでくれないんですよ今日。高橋さんはい、おりますからということで、シネマというのもございます、はいはい、ちょっと配信のちょっと気が楽ですねラジオはちょっと緊張してふざけるのが、はい、なんかチェックが入るから、まあ、その配信もそうなんですけど、ね、ふざけるのも多くなっておりますけども、はいはいはい、おかげさまで59歳初めてのコーナーでございます。はい、59歳喜んだけどね赤いちゃんちゃんこまであと1年、あと1年、あと50、51回目に若いちゃんちゃんこでね、はい、いけないとか120何回目かに、ね、はい、若いちゃんちゃんこで登場するということでございますけど、はいはいはい、私はちゃんと4週目最終週ということで、はいはい、忘れませんよ。忘れてないね、はい、忘れずに音楽の、はい、映画持ってきましてね、はい、ってきまして、急にスケジュール変えられてもね、はい、困るんだよね。もうちょっと3ヶ月ぐらい先までの最終週は音楽をセレクトしてるんで、急に変えられると、ね、ちょっといろいろ困るんですけども、はい、はい、ではまたちょっと懐かしい作品を持ってきまして、はい、こういう映画も高橋さん見るということをご紹介したいと思います。はい、はい、皆さんご存知でしょうか、はい、ネーナの恋のロックバルーンですね、はい、1982年の映画でございます。これ西ドイツの方もね、これネーナですね、うんうん、はい、アメリカかもイギリスかも立ち会いましたね、うん、単にまあその人気があったので、うん、
アイドル映画ですね。なるほどなるほど。まあ、半分ちょっとプロモーションビデオが入ってたりするような感じで、はい、まあ、このロックバルーンルート99でそういうのあるんでね、はい、まあ、その辺ドライブしながらちょっとポップな感じの軽い作品でございます、はい、なるほど、うん。でもこれモネーナもね、はい、なんか最近また出てましたけどね、うん、見ない方がいいですね。見ない方がいいんですか。見ない方がいいですね。そうですか。これだけ見て、はい、 今のモネーナはちょっと見ないでほしい。見ないでほしい、はい、見るならこの1982年のこのロックバルーンを見ていただきたいと、はいはいはい、もう40年ぐらい前の話ですからね。そうですね、そうですね、はい、しょうがないですね。向こうも言われたくないですね。もうなんだもこっちももうちゃんちゃんこ遠に来てますからね。なんだもそんな言える立場ちゃうなんて言われますね、はいはい、ということでございます、はい、ということでございます、はいはい、そしてまたこちらもまた1984年の作品で、はいはい、最近なんかそう前の昔のやつ多いよね。だからこの時代は割合だから、はい、そうなんですよ。だから好きで言ってるから、うんうんうん、あんまり感じがないんですよ。なるほどなるほど。今割合なんかどうしても、はい、見なあかんとか、ね、見なあかんとか、はいはい、あの別に嫌じゃないですけどね、うん、そんなのがあるんでね。見なあかんらしいよ。いやいやこの時あの神戸にビッグ映劇っていうのがありまして、ビッグ映劇、はい、あの今仲介になっててちゃんとなんかインターフェース映画館の仕上げの会場なんですけども、そうなんですか、はい、そこは本当映画館で、そこは我々日本だけもね、うん、ちょっと遅れた後やるんで、はいはいはい、これこういうこれはちょっと別かな、我々こういうの一本入って、うん、であと恋愛もが入ったりとか、うん、するのがあって、はい、割安かったんでよく行きました、はい、これハード2ホール、はい、1984年ですね。主演がリック・スプリングフィールド、ほうほうほう、知ってますか。いや、わかんないです。あのブルースね、あのブルース・スプリングフィールド、ね、知ってますか。以前我々ちょっと知り合いが好きやって聞かされて影響を受けるので、はい、見に行った映画です、はいはい、でもこれもまあ、いやほとんどこれはパープレーンとかいろいろ、はい、エイトマイル、はい、ほんでねえなもんですよ、はい、まあ、ほとんど自分の自伝的な感じで、ね、はい、これはまあステージが終わったら、はい、まあ、いいざこざがあったとか、うん、だから本当のことなのかどうなのか分かりませんけども、はい、そういうのを描いた作品でございます。なるほど。これがですね、でもね、監督がラリー・ピアスということで、うん、まあ、偶然まだ調べて分かりました、はい、この間紹介したパニックインスタジアム、パニックインスタジアムの監督やったっていうねはい、はい、だからやっぱりなんか好きな映画は監督が一緒やったりね、サイン後に分かるっていう、まあ、でも意外とその年代が近いから、うん、だからその年代に頑張ったはった監督ってことかもしれないですよね、うん、でもね、なんか偶然にも、ね、うん、チョイスするのがあるね、はい、ほんで、あの空に太陽がっていう映画も監督されます、はい、こういう時期有名でしたね、はいはいはい、で原版があれです、またですね、なんすか、フラッシュダンスですよ。あフラッシュダンスのトム・ヘドリーが原版なんで、はいはいはい、やっぱりこう好きな映画を見て、だから今になったらちゃんと監督とかいろんな調べてみますけど、はい、あのね、吉岡ヒーロー監督がシャンテンに出したっていうようなと一緒なるほど、はい、あんなのは全部見たらヒーロー監督やったというような感じなんですよね、はい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 、音楽映画もちゃんと4週目は見ていただきたいと思います、はい、この辺はあの CD とか出てますので DVD も出てると思いますし、はい、もしよかったら懐かしく見てください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、今日はですね、はい、なんかね、ゆったりまったりな感じで。そうですね。はい、ゆったりまったり。はい、あの、なんせ、あの、尺で、あの、どうしようとか全くなってないし、あの、今日は不思議と息切れしてないっていう。はい。楽な感じで。かなり、あの、自分のマイペースで喋ってる感じだって。はい、あの、だいぶ楽ですね、今日ね。はい。なんですけれども、まあまあ、あれですね、なんでしょう、9月も、今日が末っていうことですけど、そうですね、ね、もう次10月ですよ、はい、はい、だんだんなんか、なんでしょう、年末が近づいてきてるというのがなんとなく信じられないというか、早いですね、早いですよね、ね、あの、もうだからもうすぐしたらね、ハロウィンやクリスマスやっていう時期だっていうのがもうなんか信じられない感じですからね、はい、まああくまでもそのなんでしょうね、末で一回ね緊急事態宣言は解除されるのかなっていう感じですけど、そうですね、はい、はい、まだまだその感染症自体はね、うん、ゼロになってるわけではないので、はい、皆さんも、くれぐれも健康には気をつけて、はい、対策をして、楽しんでいただければなと思うんですけれども、はい、ということで、はい、今日はこんな感じで、はい、まったりと終わらせていただければと思います歌う？何を歌う？歌う？何を歌う？なんかさっきから歌うって言うてんのよなんか、はいはい、そうや、そうや、2人3人ね、第3から3人出して今月歌うとね、しらけるから今月歌ってほしかったレゲチョウ、はいはい、レゲチョウ、はい、ちょっと練習が必要です
はい、という感じで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。